皆さんこんにちは。今日も京都で対決をしていこうということで、今日も豪華ゲストに来てもらってます。どうぞ。お願いします。お願いします。千穂です。千穂ちゃんはもうツアー屈指の飛ばし屋と言われているぐらい飛ぶし、上手だし、可愛いし、もう見てください、このスタイル。髪スタイル、リカさんの方が可愛い。いや、ちょっと、いや、靴靴よ、靴本当にちょっと隣に並ぶのが恐縮なぐらいですけど、飛ばしの秘訣も聞いたりとか、皆さんにいろいろ教えてください。今日は、はい、どうですか。ぜひお願いします。お願いします。意気込みは、頑張ります頑張りますということで、見てねじゃあ緊張する？緊張します。あ、するんだね。あの、ティーアップして、うん、ティーアップするまで、ティーアップするまでめっちゃ微妙なとこまで緊張するんだ。 そっから飛ぶの？そっから別にそんなに緊張しないです、なんかどこ行くんだろうぐらい、そこでじゃああれなんだ、こうスイッチが変わるみたいな感じ。だからいいね。テスト受けるとき、受ける時、うん、合格したときの、うん、最終日の朝一のティーアップだけめちゃくちゃ緊張して、まず初めて手震えてボール乗らなかったです。嘘、ボール乗らないと思って。嘘、ふわふわとかしない？てかふわふわ結構あるんだけど、ふわふわは一回だけ。マジ一回だけ。逆に何？プラーマの時。プラーマ？そう。なんで？急遽のプラーマの時に、あの、プロ一人とアマ三人で、あの、アマ3人の中で1人に宮里藍さん入ってて、え、なんか、はいはい、その、それは、それもう朝、やばいやばいやばいそれはやばい、それはもう、もう空振りまである。え、もう全部右です。嘘そうだよね。緊張しすぎて。緊張するわ。でもどんな週よりもそっちが緊張したっていうね。もうそうです、一番緊張した。 やばそう。ふわふわもするわ。でも、やっいいね、でも一緒に。最終、でもずっとこうやって、近くで見ることないじゃないですか。そうだよね、いいな。最後動画撮らせてもらいました。ああ、いいね。しかも優しいよね。めちゃくちゃいい人。わかる。ちょい低めに。190から200ぐらい。いいスイング。相変わらずいいスイングですね。いいマジで。でもさ、ちょっと変わったよね。ちょっといい方に。
ね、もうめっちゃ思った。じゃあ努力。何を変えてあなたの？何意識してたっけ？私は、うん、なんだろう、結構もう上げるときに右に重心とって、うんうんうん、左に行ってみたいになるから、うん、それを直すともうみたいなイメージも、うん、絶対動かないみたいな。だからあとはここが近くなるから、うん、遠くね。そう遠くね、理科もめっちゃグッてくるから分かるよ。なんか一瞬の動きなのにやること多いですよ。いや本当。マスターでも練習とか練習でも結構こんな意識あの秒数の中にできないよってぐらいじゃん。確かにコースとか来たら結構さ改造中は大変だよね。だからコースでもめっちゃ打つ、あコースで練習するってことはいっぱい、うん、でやって慣れる。そう、その時に動画撮って、コースと練習で何が違うか見て、うんうんうん、でも一瞬めちゃめちゃ曲がる時期ありません？直してる時？直してる。ある絶対あるよそんなこれ間違ってたからもう心折れるよねこれ合ってるみたいな。来ました。ちょっと今ね小さいクラブだったから飛ばした。グリーン綺麗だから上手く見えるね。そうそうそう、行くそうな気するよね。 Thank you。 ハワイ以来のしほちゃんとだよね。あそうです、ハワイ以来のリカさんです。みんな見たかなあれね、トレーニングギリギリハワイ。そうそれでも2月か、あれ1月、2月か、2月、2月の上旬ぐらいでした。もうあのもうあれもうあといつ海外行けるか分かんないぐらい最後の海外になったよね。最後の海外に、うん、ナイスショー、いい音？うん。ねえ、またさっきその人も下手くそ。
右行くわ。グリーンが硬いから、え、そう、わかる、片重だよね。でも手前から行くんですよ。だね、朝はそれだよね。何ホールかは、重いよね。でも怖くて打てない。わかる、見た目も反して。ありがとうございます。めちゃめちゃ狭い。めっちゃ狭いよね。湧いてる。逆に振った感じ？はい。ね。もう狭いこそ。狭いこそ振る。かっこいい。なりたい。よし。今さ、トップ上げたら、ここがポチって言ったのよ。めっちゃ気になった。ありがとう。うん、危ない。もう私も一回ある。あるよね。ある？なさそう。こう横のチャックのやつで。うん。ポチってた？チャック？チャック壊れちゃって。え、壊れたの？ウケる。開けっぱなし。ウケる。それはやばいね。しかも試合中。試合中ね。ファンサービスじゃん。え、だから、元のキャディさん、安全ピン持ってて。それは素晴らしいキャディさんだね。本当にあったらいけそう。うちら靴やばいね。靴やばい。場所が。芝が買ったばっかり。え？靴？違う。あ、芝が。靴を買ったばっかりだもん。芝を買ったばっかり。超狭い部屋で。ここマジで。久々に見た。これさ、ほんと10ヤードぐらいしかなくない？うん。え、あの子とかもう、え、やばいやばいやばい。シホとリカさんがこう横に寝たら多分シホとこ外れる。あ、そうだね。それぐらいだよね。そりゃ持ったっしょ。どんだけでかいのよ。やばすぎ。ほら、ここやばい。ちょっと測ろう。ここがやばい。待って、ここない。
誰が置けんのっていう感じ。ここに置いてたらマジで。これやばいよこのタオル。試合だったら激ビビリするね。行きます。やばい、これめっちゃ飛んじゃったよ。ほら。めっちゃフライヤー。今当たりが。ちょうど飛ぶようなかぶってきちゃった。なんかさっきから右行ってたじゃないですか、短いのを。だから左にやろうって思ったら、左にやろうっていうか、まっすぐ飛ばそうと思ったらやりすぎた。あはー、まだちょっとパッとしないですね、この3ホール。行くね、ナイス、うん、超転がる。あえて転がしに行った人85で、うん、普通に手は58フルショットで戻ったけど、ラフが今立ってるっていうの、うん、はいはいはい、立ってるから下が浮いてるから、うん、フルショットしたら抜けたり、うん、まあ、飛んじゃったり、いい感じにラフ挟まって飛んじゃったりするから、うんうんうん、58で、あ、52で、うん、低めに手前から。なるほど。転がすイメージで。いやー。いいね。一番ミス少ないかな。そうだね。しかもさ、こうピンが左奥に切ってるときは、あれでいいよね。うん。まず左奥に外すのが一番、あかん。あかん。あかんよ。寄るの？っていう。あ、でももうそんなに行ってないから。見えてんの？やっぱ身長高いから見えんだね。早めに。それより早めに。今全然見えなかったのも何も。えって思って。まあ、難しい。ね、結構下りよ。伝わらないだろうけど。ね。そうなんよ。惜しい、抜いたと思った。ケイ、やっと届いた。あ、そこね。なるほどね。ナイスです。ざます。なんとか。今日はね、しほちゃんの隣で語れないぐらい打ってかれてるよ、マジで。めちゃめちゃシャープに。なるほどね、シャープに。あー、それしのいでますね、今日なんか。ここ。